グリデコタッターです。
これ、今日本日宮尾様にお出しいたします。加藤市の秋津地区で取れました独栄地区の、山西でできました秋津という日本酒でございまして、で皆さん全員一口はテイスティングしてください。まあ、それ名前も見たことです。それからですね、昨年夏、今年の春、加藤市の県立八代高等学校が、甲子園に出場いたしました。県立高校の出場が続けて出場するというのはですね、67年ぶりのことでして、大変加藤市にとっても嬉しいことでございました。ところが、今年の春は1回戦で敗れました。残念でございますけれども、これは明日加藤市にご条件などに来ていただく私どもの会社がございまして、本社と同僚が映っております。これ明日、ゴルフをお楽しみいただく加藤市のゴルフ場で東急グランドオークというゴルフ場でございます。加藤市のゴルフ場は天国で、6番目に数が多くてですね、私ゴルフ協会、ゴルフ場では今来たんですけど、協会の会長をさせていただいてますので、皆さんぜひプレーをされるなら加藤市のゴルフ場でよろしくお願いします。それから、はい、先ほど の写真と一緒でございますけれども、加藤市は安全安心の街、太平の街、加藤市の天風景でございます。これは加藤市を流れる角川という一級河川でございまして、標高100線の場所になっております。加藤市はですね、内陸の街なんですけれども、果物は豊富に取れます。はい、お寺とか神社が多くてですね、仙人がいるで、ここまで何言うとんか思われると思うんですけども、ちょっと失礼ですね。はい、この4つの写真をですね、並べてみました。はい、行きましょう。はい、最高の鯛、角川の川、果物、セミ、ここで笑ってます。これはかなり考えました。加藤市出身のプロゴルファーで知る人と知る住川大河君でございます。身長は私とほぼ一緒、はい、体重は私の方が20キロ上、年は50違うんです。彼が21歳、私の71ですからね。それとドライバーの距離はですね、150ヤードくらい違うと思うんですけども、ちょっと私のプライドがあるから100ヤードくらいです。これが違います。はい、失礼します。